詐欺の疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊旭川駐屯地の幹部、目時義行容疑者と、受注した旭川市内の会社の宮崎二井容疑者です。二人は共謀して去年1月、目時容疑者が宮崎容疑者の会社に弁当1250個を水増し発注し、宮崎容疑者は水増し分およそ95万円分を旭川駐屯地に請求し、騙し取った疑いが持たれています。警察によりますと、目時容疑者は宮崎容疑者からキックバックとして空気清浄機や10万円以上の商品券などを受け取っていたとみられています。警察は2人が他にも同様の水増し請求を繰り返していたとみて詳細を調べています。